散歩の途中で公民館を通るとお年寄りがいろいろと活動していることがわかる。合唱、ダンス、囲碁、将棋、そして麻雀。年をとっても社会とのつながりを持つべきだ。長生きのためにも良いことだと思う。このようなことができるようになったのは先人たちのいろいろな努力があったのだろう。季節は一気に変わる。今日夏から冬に変わった。最低気温が12度、日中も14度だった。12月並みという。夜中寒すぎて布団を冬布団に変え、電気毛布も入れた。足掛け布団も用意し、寝巻きも冬用とした。床も冷たくスリッパを揃えた。この寒さは2、3日で終わるという。コーヒーや紅茶に砂糖やミルクを入れないで飲むことにした。飲んでみると今までとは違う味だ。やはり砂糖やミルクで随分味がごまかされてきたことが分かった。香りは良いが味は苦く、ガブ飲みできる味ではない。だがこれからはこの味に慣れていくことだ。藤代音楽祭が行われた。午前10時から午後3時まで鑑賞することができた。途中一時滞在した。疲れを取るためだ。ステージで合唱や演奏をした方々はコロナの下でもしっかり練習をやっており、十分に楽しめるものであった。音楽祭はすっかり元に戻っていた。間食として食パン、トーストなどを食べてきたが、食パンは糖の塊なのでこれからは避けなくてはいけない。お菓子やジュースはもちろんダメ。ウインナーやソーセージは加工肉だからダメ。そこで間食はゆで卵にする。鶏の唐揚げでもよい。飲み物はお茶にする。私は夜9時半ごろに寝て朝7時ごろ起きる。だいたい9時間寝ている。途中おしっこで1、2回起きるが十分熟睡していると思う。若い頃から毎日9時間は寝てきた。寝るときお腹と足を冷やさないようにしている。熟睡するためだ。年を取ると肌が黒くなる。私もそうだ。これはタンパク質と糖が結びついて老化物を作るためだという。ということは糖を取らなければ老人にならないということになる。面白い考えだ。
老化は糖尿病かもしれない。老化の対策は糖を取らないことだ。今日新聞の契約を取りやめた。近々新聞の配達はなくなるだろう。そもそも新聞を取り始めたのは良くない噂を聞いて安全のために新聞を取り始めた。それが惰性で今まで来たわけだ。新聞は我が家にとっていらないものであり、いらないものである。朝起きたらお茶を飲み、口をゆすいで吐き出す。昼と夕方の食事の後も同じ。夜寝る前に歯磨きと歯ブラシで歯を磨く。上下、そして歯茎をゆっくりと繰り返しこする。私の歯は歯周病かもしれないが、歯磨きはこうしている。ヘッドホンでテレビなどの音声を聞くと難聴になる。私もそうだ。耳の検査をすると聞こえない音がある。コンサートでも音が小さく聞こえない時もある。ただ補聴器をつけるまでひどくはない。耳は意外に丈夫で、人が死ぬ時最後まで生きているのは耳だとも言う。高齢者講習の時、近頃は自宅の周りでの事故が多いので、そこにも注意するようにと言われた。自宅の周りを運転すると、住民が狭い道路を我が物顔に雑談しているし、歩き回っている。実に危ない。住民を避けるために車を道の脇に寄せたら、出っ張りにぶつけタイヤをパンクさせてしまった。つくばみらい市のタイヤ交換工場でタイヤとホイールを交換した。その工場は新品から中古品まで揃っている大きな工場だ。今回は中古品を使って安くあげた。前回タイヤ交換してから5年経った。その間ずいぶんガソリンスタンドでタイヤ交換の誘いがあったが、タイヤはツルンツルンになる直前まで大丈夫だと分かった。今日苦しい便秘になった。大きなうんちが尻の穴を塞いで、いくら力んでも出てこなかった。いろいろ工夫したがダメだった。そこで下痢を起こす食べ物、豆乳とヨーグルトを飲んだ。1時間後にうんちを出すことができた。便秘になったのはこれが初めてで、これほど怖いことだとは思わなかった。
間おきに朝体重を測っている。だいたい53kgだ。朝の体重が一日で一番低い。夜の間におしっこで 1kg、 つまり1リットル体重が減る。ここ1ヶ月間で 3kg 減った。ご飯の量を減らし、野菜を大幅に増やしたためだ。間食はお茶とゆで卵だ。我が家の庭は妻が管理している。そもそもこの家を選んだのは庭があったからだ。今の建て売り住宅は駐車場が2台の設計だ。当然庭はほとんどない。妻は虫に刺されるため夏の間庭の整理をしなかった。が、気温も下がり、今日からまた庭をいじくり始めた。ヨーグルトはお腹の調子を整えるので、家族が飲めと勧める。が、ヨーグルトをそのまま飲むと下痢を起こしてしまう。そこでヨーグルトを温めて飲むことにした。しばらく続けてみる。私は冷たいものに弱い。ジュースには糖分が多いのでジュースの代わりにする。10月は季節の変わり目だ。衣類も変わる。夏物のシャツやズボンを洗濯してタンスの中にしまった。これからは朝の寒さに合わせて冬物をタンスから出して着ていくつもりだ。今ベルトのようにお腹を締め付けるものはつけないことにしている。私のお腹は弱い。我が町にもいろいろな施設や学校がある。その多くが年に一度祭りと称して一般公開している。私も定年後その祭りに参加している。現役時代とは違う新しいことを学び知ることができる。祭りは大変良いことだと思う。我が家のゴミはほとんどがプラスチックゴミだ。魚、肉、弁当の容器、コーラのペットボトルなどだ。真面目な家では洗ってポイントにしているが、我が家ではその気はない。食べ残しはさせていないので生ゴミはわずかだ。時々庭の雑草がゴミとして出てくる。秋が深まり果物が出回る頃となった。子供の頃は果物の値段が安く手軽にたくさん食べることができた。家で干し柿を作ることがあり、せっせと柿の皮を剥いた。皮は切るのではなく、包丁で皮を分けていくのだと教わった。皮
顔を指で押さえ、そこに包丁の刃を当てていけばよいのだ。大型の店で買い物をするとき、今マイバスケットを使っている。レジのとき店のバスケから自分の入れ物に移すことがないからだ。レジ袋が有料になる前からマイバスケットに切り替えてきた。ところが相変わらずレジの後、レジ袋やマイバッグに品物を入れ替えている人がかなりいる。習慣を改めるのは難しいのかもしれない。私は2階の部屋で一人で寝ている。妻や子供は一人一部屋で暮らしている。部屋の壁には温度計がかけてある。それを見ると部屋の温度は冬は15度から20度で10度より下がることはない。そのため昼も夜も暖房をすることはない。ただ寝るとき電気毛布を使っている。部屋に蒸気を通すこともしていない。テレビやパソコンを見ると目が見えなくなるというのは本当だ。画面を見つめると特に小さな文字を見続けると目のレンズや神経が特別な光を浴びることとなり、網膜症や緑内障などの病気を引き起こす。そして視界が狭くなる。最後は失明だという。息子もスマートフォン飲みすぎてひどい緑内障となった。マックのハンバーガーが今1個150円だ。近頃まで100円だったはずだ。物の値段の値上がりは大きい。ガソリン代の高値が続いているためだ。これからも値上がりは続く。年金生活者はこれまでの蓄えを少しずつ食いつぶしていくわけだ。私も死んだ後蓄えが少し残っているというペースでやっていく。今朝我が家の1階のガラス戸に大量の結露があった。結露の水がサッシの枠や木材に染み込み、そして腐らせてしまう。またそこからカビやダニがはびこる。そこでこの家に入ってから結露の水を朝起きた時拭き取ってきた。また部屋に蒸気を立てることはさせていない。ただ炊飯器から出る蒸気でどうしても結露が起こる。私は今茨城県南部に住んでいる。つくばエクスプレス周辺の開発が落ち着き、やっと砦龍ヶ崎の開発に回ってきた。
道路工事があちこちで行われているが、相変わらず交通の渋滞はひどい。地域の発展はこれからだ。これまでは我慢の連続だったと言える。食器洗いは私が担当だ。妻は手が荒れると言ってやらない。我が家では食べた後食器の重ね置きをさせてない。食器を洗うとき食器に水をたっぷり入れ、しばらくして水道水で流すと簡単に汚れが取れる。もちろん食器の下回りもプラスチックのたわしで洗い流す。中性洗剤は使っていない。間違っても体の中に入れたくない体。お年寄りのボランティア活動は盛んだ。例えば小学生の登校にあたって朝と帰り街角に立ったり付き添ったりして子どもたちを見守っている。かなり大勢のお年寄りが参加している。月曜から金曜までかなりの時間だ。こういう活動に感謝する体制を持ちたいと思う。